こんにちは、大川ゆりです。昨年10周年を迎えました。10周年記念曲ということで6月の6日に、おきみやげ出させていただきましたが、今その曲で一生懸命頑張っております。作詞が、鈴木清先生、そして作曲が西剛先生です。どんな歌かと言いますと、まあ、とっても、テンポのいい歌いやすい曲なんです。皆さんに歌っていただきたいなということで、とっても歌いやすい曲を作っていただいたんですが、やっぱり私の思ってた通りテンポのいい歌いやすい曲に上がっております。おきみやげ、ぜひ皆さんこの歌を覚えて歌ってください。それとカップリングに、あと2曲入ってます。なにわのいい女、そして、冬椿、これから冬に向かって、寒い冬に向かって冬椿、とってもしっとりとした歌で、なにわのいい女はもちろんなにわのいい女っていうぐらいですから、とってもこれもやっぱり昔のソイモンチョブルスっていう歌があったと思うんですが、この歌のなんかこう遊び感覚って言ったらおかしいかなとは思うんですが、そこのちょっとノリのいいとってもいい歌なんで、こちらの方もぜひ覚えて歌ってください。